ちょっと入りは今日とよくありません。コーナー、スリーは打ちませんでした、ドンリー。あ、そしてダンク、ドンリーインサイドと得点、先にタイムアウトを取らざるを得ないそういう状況になってしまいましたよね。ここでドンリースリーに行くかと思ったらドライブして久保田はどうするか。ここでハーダイスです。バスケットカウント、田村スリーもありますがドライブで一度入れてからスティックアウトパス、ニュービルのスリーポイント、リバウンドが取れません。そして満田一直線、満田得点。三田が2桁に乗せよう、ルーズボールになって京都が回収しました。三田ロングパス、サイモン取った、ワンハンドダンク。寺島レイアップ選択、ワンハンドですね。この後半はオフェンスリバウンドを取りました大阪ドンリー。そしてレイアップ、ニュービルが自ら得点です。今日はタイムアウトが全て的中の小川ヘッドコーチです。橋本拓也ミドルシュートを選択、得意の距離なんですが跳ねまして得点なし。逆にスピードに乗って久保田から、このハーパーのパス、ちょっと大阪周りが橋本拓也のスリーポイント、よく決めました、ね、今のよく決めましたね。はい、サイモンのシュート、これが決まります。サイモン、はい、寺島レイアップシュート決まります。今の寺島のシュートが決まった場面です。ファール4つの2つに対して身長差があるんですが、ここで仕掛けてしっかり左手でボールをカバーして、うん、サイモンの得点。寺島シュート、いいですね。テラスティバ個人3回目、チーム3回目、チーム4回目、今のシュートがカウントされてラストプレーになります。ただここはボールを進めずブザーが鳴りました。京都が快勝しました。京都ホームゲーム2で連敗ストップ。